じゃあ私の身長を伸ばしてくれた人は許してあげる。じゃあ耳からいきます。足と腕を伸ばそうと思って寝転がってもらって、うん、無理無理無理なんやけど。155でしょ、だって。いや145です。あ、145か。145です。せーの、キャー。無理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 なんやけど。はい、あ、伸びてる伸びてる。お得なやつ持ってきますんで。お、ほんまですか。ちょっと待っててください。はいはい、スーパーインソール作ってきました。おお、ダメじゃない。45キロ以上だとこれ崩れる可能性がある。あ、私41キロやから。あ、無理無理無理なんやけど。じゃあ大丈夫だ。出た出た出た。無理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 なんやけど。竹馬だと思って。竹馬乗れない私。あ、ほんと。じゃあ支えてもらって。はい、頑張って。てててダメ。何してんの。無理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 なんやけど。はいはいはい、どうですか。あー、よーい、見てこの景色。すごい。無理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 なんやけど。え、でもあれちゃんさ、これが現実ですよ。無理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 なんやけど。これを身につければうめちゃん背が高くなります。これが何かというと、はい、シュンシュンのいつも着てる服。たぶんそうやと思う。かゆい。身長高くなるためにはどうしたらいいかな。うん、もう僕身長高いじゃないですか。うん、僕になることかなって。せーの。あ、はい。無理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 なんやけど。誰兄弟やん。どうやって伸ばすかというと、牛乳です。小学校6年間1回も飲んだことがない。それじゃん、原因。無理無理無理なんやけど。一気にドミちゃんに牛乳を取り込ませたい。飲む以外でどうしたらそういうことができるかなって考えたら、はい、無理無理無理なんやけど。いきます。はい、無理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 なんやけど。いやー、無理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 なんやけど。はいはい、離れて。下がっとるやないかよ、お前。皆さん、ありがとうございました。こっちしか向いてない。